はい、皆さんこんにちは、バンテックツイキでございます。今日のウィーク、あれどっちだ、あ、ウィークエンドか。そうだね、もうすいません、休み明け一発目で、ちょっと分からなくなっちゃってね。ウィークエンドバンテック、元気よくやっていきたいと思います。まずは最初に皆さんに、お詫びです。すいません、あのコメントがね、結構あの返信できなくてずっとこう長いこと溜まっちゃってました。すいませんでした。さっきね、休み明けて一発目一通り返しましたので、コメント書いていただいた方、ご確認いただければと思います。なんか自動に振り分けられちゃってて、なんかあの承認しないと出ないよみたいなコメントもちょっとあったりしたんだけど、全部ね、あの承認してコメント出しまして、返事を書きましたので、私の至らない文章ではございますが、コメントいただいた方、ぜひともちょっとご確認いただければと思います。今回どうでした、お盆休み行ってきました、どっか。僕ね、あの温泉行ってきたんですよ。温泉大丈夫ですよ。ゴールデンウィークの時、あれゴールデンウィークの時だっけ、あの温泉宿ぶっ壊しちゃったの俺え、あ、だから壊してないから、今回壊してないからね。ただね、温泉ガーってかぶってたら、後ろのおじさんに、おい、追いかかってんだよとかに、ちょ、怒れちゃったりしてね、あ、すいませんとか言いながら、ガンガンやっちゃってね、すいません。マナーよくお風呂入らなきゃいけないですね。気をつけましょうね。はい。その温泉もそうなんだけれども、やっぱりね、キャンピングが多かったっすね。あの、ほら、行く途中途中で、道の駅とかあるじゃない、行くと、大体止まってたね。で、すれ違ったりとか、高速道路で抜いたりとか。お盆休みのタイミングってこう出店みたいな、ちょっとしたお祭りみたいじゃないけれども、なんかこうちょっとした出店みたいになって、その時の美味しいもんとかをその地元の人が用意してくれてて、なんかそれ買ったり食ったりとかできるんだけれども、うまかったね、活気あった。どうでしたか皆さんは。そうですかね、いろんな方いらっしゃると思いますけれども、結局ね、あの天気悪かったからどこも出かけなかったよっていう人もいらっしゃると思いますし、天気悪くても俺のキャンピングカーだから遊び行けたよ、しっかり長い時間遊んできたよなっつってね、方もいらっしゃるのかなと。まあ、あのもしかしたらキャンピングカーのレンタカーでもね、借りてちょっといろいろ旅してきたんだっていう方もいらっしゃるかと思います。時間をずらすと結構ね、渋滞してなくて、僕結構あのうろちょろしたんですけど、渋滞知らずでしたね。いや、車多いなって感じはしたんだけれども、ビタッと止まって、いやもうどうしよう、動かないっていうことはなかったです。あのコメント欄にも書いてあったかな、時間をずらして移動ができる旅ってキャンピングカーならではですよね。僕はキャンピングカーじゃないんですけどね、単純に時間がずれて走ってただけなんですけど、いろいろね、お出かけされた方、やっぱ思いませんでした？キャンピングカーいっぱいだなって。もうちょっと言うと、あ、キャンピングカー欲しいなんてちょっと思いませんでした？いや、いいんですよキャンピング。僕もね、乗用車乗ってて、あ、キャンピングカーだったらな、ここ一泊しちゃうんだけどなみたいな、結構ありました。バンティックアプリで近くのアルビーパークね、ちょっと探して、でアルビーパークで泊まったりとかも全然できたなと思った。まあいかにして乗用車のものですから、私の場合ね、車中泊できないんですけれども、あれだね、やっぱり欲しいと思った時がやっぱり買い時、ジャパネットみたいになってきた俺欲しいなとか興味を持ったタイミングってすごい重要だと思うんで、今回は2本の軸でね、話をしようかな。まず1つ目は、いいねキャンピングがいいねって思った人、こちらの方はね、イベント今週末やるんでね、まあイベントっつってもあれなんですけど、キャンピングカー2台置いて、もう自由に見れるようにして、キャンピングカーの中ってどうなってるのかなって、神奈川県の綾瀬のね、ノーモ綾瀬ガレージというところで、あのキャンピングカー2台置いて、もう中も見てくださいってやってますので、もうぜひともね、まず見ていただいて、乗っていただいて、触っていただいて、 OK な車持ってきますんで、車種としてはアストラーレ CC1 とジル520だね。それがまず1つ目。2つ目、地域さん、もうキャンピングカーはね、もう結構知ってんだよと。いや、実はもう買おうと思ってるんだけれども、ちょっと今悩んでるんだよね。お盆の時によく車の旅をしてね、やっぱキャンピングカーいいな、もういよいよ買うかなと思った方、はい。今回は、納期の案内、やっていこうかなと思います。私たちバンテック、即納宣言ということでね、納車までお待たせしませんという、ことでやっております。今ね、実は、納期の方も順調に進んでおりまして、まあざっくりなんだけれども、モデル別で納期をご案内していこうかなと思います。まずね、この納期をご案内するにあたって、3つほど、注意点がありますので、ここでご案内しておきます。まず1つ目、
今ご案内している納期は本当に今情報としてもらってきたやつなので、今日何日だっけ ?18 か。木曜日現在だね。だから、もうちょっと言うと8月18日。もうちょっと言うと2022年の8月18日木曜日だね。実はね、今チラッと見たら、なんか残り1台みたいなやつもあったんで、あくまで今現在。二つ目は、車の条件。例えばね、2駆とか4駆とかなると、まあ2駆はあるけれども4駆がない。逆に4駆はあるけれども2駆がないというのもちょっと存在しますので、そこちょっとごめんなさい、丸めちゃいます。そこちょっと、ご確認ください。これを二つ目。三つ目、装備のオプション。例えばオプション何かつけなきゃいけないとか、もしくはオプションをついてないのでちょっと違う車になりますよってなると、またそれも納期変わってきちゃうので、購入されたお店の方でご確認ください。あくまで目安ということでね、今回ご案内させていただきたいと思います。これが3つ目です。はい、ということで以上3点。要は納期は早いけれども、実際の納期はちょっとお店に確認してねって、この話ですね。ご購入するときにもう再度確認してくださいという、そんな話でございます。まずはじゃあ、これ今私が乗っているジルですね。こちらについては、最短納期1ヶ月。要はね、すぐ準備できる車があるらしいです。まずはジルご検討されている方、すぐに準備できる車ありますので、お問い合わせいただければと思います。ジル520、3ヶ月。ジル520は少し、ストックがはけているような状態なので、3ヶ月ほどお待ちいただくと。一番早いやつでね、9、10、11か11月ぐらい、まあそこからまあいろいろ準備とかあるかもわかんないんだけども、一応、納期3ヶ月ということでございました。ジルノーブル、こちらは納期1ヶ月でございます。これもなんかね、すぐご用意できるやつがあるらしいです。ただもう台数がどうだったかなちょっと覚えてないんですけれども、あんまり多い感じではなかったような気がしますけれども、すぐ用意できる車があるということでございました。はい、じゃあね、続いてコルドシリーズ行ってみよっか。コルドバンクスについては納期1ヶ月。はい、まあまあ要はすぐできるよと、で手続きうんぬんかんぬんで1ヶ月で準備できますよというのがあるそうです。わあ、コルドバンクスいいよねと思っていたお客様、あなたです。もうね、すぐ電話してください。近くの販売店にコルドバンクスもすぐ準備できる車があります。納期1ヶ月ということでした。コルドリーブスについては、結構人気なんでね、あれなんですけども、最短納期は1ヶ月。1ヶ月だよ。すぐできる、すぐできる。もうすぐ乗れる、すぐ乗れるよ。もうすぐ行けるよ。もうね、遊びね。まあこれもね、今現在だから、ちょっとね、タイミングによっては遅れちゃうかもわかんないんだけども、今のところは1ヶ月で準備できる車があります。続いて、コルドリーブスの S、コルドバンクスの S、これちょっとぐるっとまとめちゃいます。これについては、最短納期。年内。やばいね、新型なんでごめんなさい、ちょっと遅いですね、まだね、ちょっと時間かかりそうです。続いてアストラーレ CC1 キャラバンのやつね、これについてはね、キャラバンが新しく新型になって、それが届いてそれから作り始めるよということで、実はその旧型のキャラバンっていうのが全部売り切れてしまいました。なので納期については少し時間かかりそうです。はい、続いてね、バンテック唯一の軽キャンパールネッタ、こちらについては実は即納できるちょっと車がなくてですね、でそのエブリィのちょっと入手もなかなか難しいということもありまして、一応基準納期ということで、大体6ヶ月半年ということで、連絡をもらっております。はい、ということでね、一通りモデル別に納期ご案内させていただきました。欲しいなって思ってる人ね、欲しいなって思った時がね、買い時なんでね、ぜひとも、ご購入いただければと思います。欲しいなと思ってこうやってみたいなっていう時にやっぱりね、すぐ遊び行けた方がいいもんね。今のところちょっとその新型とかね、アストラリシシワとルレッタ、この辺りについてはまたちょっとあれなんですけれども、少なくともバンテックが前からある、ジルシリーズとコルドシリーズ、こちらについてはほぼほぼ年内で、収めることができると。年内だよ、今年中だよ、正月行けるよとかね、10月11月のいいシーズン、美味しいシーズンだね。こういう乗れる車が、520はちょっとねあれだけれども、コルドバンクス、コルドリーブス両方ね、あとジルとノーブルか、についてはね、美味しいもの食べに行けるかもしれないんでね、条件によってということであるんですけれども、あくまで参考程度ということで、一つの目安としてね、考えていただければと思います。久しぶりだね、今日の行くね、行けるかな。よし、じゃあちょっとやってみるか。じゃあ行きます。今日の一句、盆休み
天気が悪いの僕じゃない。はい、ということでね、これね、いやずっと天気悪かったでしょ。これね、僕じゃないんですけど、お休み前に車洗っちゃったんだよね。で、車洗うと大体俺雨降るんだけど、まさか台風まで呼び起こすとは思わなかったんだけどもいや天気悪かったね。コメントにもロケ行くと天気悪い日ばっかりだよね。俺ね、ずっと人のせいにしたの、最近ちょっと気づいた。小学校の時とか遠足ほとんど雨だったんだよね。プールの授業なかった、ほとんど雨で。でよく考えたら、あの梅雨の梅雨の字ね、梅雨だもんね、抱えちゃってるよね、美容字で。天気ね、悪くなっちゃって、ちょっと旅行のプラン変えちゃったよとかね、遊び行く場所変えちゃったよなんていうね、今そうカメラを持っている向こう側のそうあなたね、大変申し訳ございません本当に。多分俺のせい、俺が車乗っちゃったらいけないんだ、ごめんね天気悪くても遊び行けるのがキャンピングカーだからね、もう最高だよ。もうこれ今ちょうどいい、いや晴れた方がいいよねやっぱりねということで、引き続きね、これお盆休み終わってまたYouTube どんどんやっていきたいと思いますので、ぜひともね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。これ YouTube になっちゃった、 YouTuber みたいになっちゃった、なんかちょっと勉強しすぎちゃったからね、俺盆休み YouTube 見すぎたかな引き続きバンテックよろしくお願いします。ということで、以上バンテック追記がお送りしました。